伊藤智仁。史上最強の変化球とも呼ばれる高速スライダーを繰り出し、多くのファンを熱狂させた90年代最強の投手。今回は名将野村克也が出会った中で最強の投手と唸った悲運の天才伊藤智仁のキャリアを振り返っていきます。京都府京都市で育った伊藤は小学生から野球を始めると、高校は花園高校に進学。進学後2年秋にはエース、そして主将としてチームの中心選手となり活躍するようになります。秋には京都大会で準優勝を飾り、近畿大会に進むも初戦敗退。最後の夏の大会も4回戦で敗れ、甲子園出場とはなりませんでした。そして高校卒業後は三菱自動車京都に入社。デビュー戦では初回に8点を奪われ、3回13失点というほろ苦いデビューとなりました。このまま活躍することなく終わってしまうのではないか、そんな思いが芽生えつつあった2年目、永田慎一との出会いが伊藤の野球人生を大きく変えます。1991年のある日、ブルペンで伊藤と永田が隣同士になると、スライダーを得意としていた永田に伊藤は何気なく質問します。スライダーはどうやって投げているんですか。この質問こそ後の高速スライダー誕生の契機となったのです。その後、切れ味鋭いスライダーを手にしたことで効率的なフォームを習得し、ストレートの球速も140キロを超えるようになると、ついに3年目の1992年バルセロナオリンピック日本代表に選ばれたのでした。伊藤はオリンピックで3試合に登板し、奪三振27と国際大会における奪三振のギネス記録を残し、チームの銅メダル獲得に貢献。プロでも通用する伊藤は揺るぎない自信を手にし帰国したのでした。そして1992年11月21日のドラフト会議、広島、オリックス、ヤクルトの3球団競合の末、ヤクルトに入団が決まり、プロ野球人生をスタートさせます。1993年4月20日、プロデビュー戦で阪神打線を相手に7回2失点10奪三振の好投でプロ初勝利。その後、伊藤自身、野球人生で一番調子が良かったと振り返る6月3日の阪神戦では、9回を投げて無失点でプロ初の完封勝利。勢いそのままに迎えた6月9日の巨人戦、4回までに10個の三振を奪うなど、巨人打線を手玉に取ります。0対0のまま迎えた9回には、8番吉原からセ・リーグタイ記録となる16個目の三振を奪いました。しかしこの直後、篠塚に初球の外角高めのストレートをライトスタンドに運ばれサヨナラ負け。打たれた瞬間、伊藤はマウンド上に崩れ落ち、三塁側ベンチに戻る途中、思い切りグラブを叩きつけ、悔しさをあらわにしました。ただ、次の試合、伊藤は凄まじい投球を披露します。6月16日の阪神戦、9回を投げ、被安打後、1四球という完璧な内容で5勝目をマーク、阪神相手に連続完封を飾ったのでした。ここまで13試合に登板し、100イニングを投げた伊藤の自責点はわずか11、防御率は 0.99 という驚異的な数字を記録していた中で迎えた7月4日の巨人戦、伊藤に悲劇が起きます。伊藤は4回を投げた時点で打者12人と巨人打線をパーフェクトに抑える好投を披露。しかし、ヤクルト打線も点が取れず、ゼロ更新が続いた9回表、恐れていた事態がついに起こります。先頭の尾形に投じた1球で肘に痛みが走ったのです。異変に気づいた古田もマウンドに駆け寄りますが、伊藤は大丈夫と言い、この回を投げ切りました。試合はこの裏、ハウエルのサヨナラホームランでヤクルトが勝利。完封勝利を挙げた伊藤は7勝目を挙げ、防御率も 0.91。 しかし肘を故障した伊藤はこの試合を最後に、1993年シーズンはマウンドに戻ることはありませんでした。このシーズン、伊藤の最終成績は7勝2敗、防御率 0.91。 ルーキーながら驚異的な記録を残したことが評価され、実働3ヶ月弱でありながら新人王に輝いています。新人王を獲得したものの、この先ボールを投げることはできるのかと不安を抱える日々が続く中、年が明けるとようやくボールを握れるようになり、自主トレを順調にこなしました。そして2月のキャンプ、慎重に調整をした伊藤はブルペンで投げられるまでに回復します。しかしブルペンで50球ほど投げると肘の張りが強くなり、その日は箸を持てない。ただ時間が経てばまた投げられるようになるという繰り返し、肘を痛めた後遺症だろうと自分の感覚を頼り、その後もブルペンでの投球を繰り返すと、今度は腕が上がらないほどの激痛を覚えることとなります。肘をかばった投球を続けた結果、肩を故障したのでした。その後、肩の手術をした伊藤でしたが、
94年、95年の丸々2シーズンを完全に棒に振ります。そして迎えたプロ4年目のキャンプ、初日からブルペンに入るなど復帰に向けての準備は確実に整っていました。1996年5月19日の巨人戦、7回裏にマウンドに上がると18球を投げ無失点。ただこのシーズンの登板数は14試合、先発登板が一度もなく終えた伊藤はシーズン後完全に元に戻ることを諦め、悪い状態の中で結果を出せる方法を模索し始めたのでした。そして1997年のキャンプ、伊藤の投げる球は常時145キロを計測するまでに回復すると、シーズンでは不調に陥った高津に代わり抑えを務めます。最終的に34試合に登板すると7勝2敗19セーブ、防御率 1.51 という好成績を残し、チームのリーグ優勝、日本一に貢献しました。来年こそは先発マウンドに、そんな思いを胸にスタートした1998年シーズン、先発登板を果たすも3試合連続で結果を残すことができずにいると、高津の不調が重なりリリーフに再転向。しかし先発投手が足りなくなると、6月7日の広島戦で再び先発のマウンドへ。この試合9回を投げ、5安打1失点で5年ぶりに完投勝利を挙げます。最終的にこの年は29試合に登板し、規定投球回に達すると6勝11敗3セーブ。負けが5つ上回りますが、防御率は 2.72 でリーグ3位の好成績を残したのでした。その後も先発として一定の成績を上げますが、肩の状態は万全とは言えず、1999年オフには右肩の手術をしており、本人もタイムリミットが近づいていることは分かっていました。2001年、万全の状態とは程遠い中で迎えた4月10日の阪神戦。5回途中でマウンドを降りると、これまでにない痛みに襲われます。日本で原因不明と言われ続けた伊藤は、アメリカに渡り手術をし、その後リハビリに励むこととなります。2002年秋、到底投げられる状態になかった伊藤は、コスモリーグにおけるテスト登板でマウンドに上がるも、わずか9球で降板。そしてこの登板から2週間後、球団から戦力外通告を受けます。球団職員の選択肢を提示されるも、この話を受けず、中途半端で終わりたくない、とあくまでも現役にこだわる姿勢を貫くと、12月に戦力外通告が撤回され、再び選手契約を結んだのでした。もう一度復活してみせる、そう誓いリハビリに励む日々。しかし現実は厳しく、状況は全く改善しないまま時間だけが過ぎていきました。本人ももう無理かという思いを抱きましたが、それでも現役続行の道を探し求め、ナックルボーラーに挑戦。そして2003年10月のコスモリーグでマウンドに上がります。ただ、全盛期とは程遠い投球となり、17球で降板。この時、伊藤の投じた球は全球ナックル。実戦で使える球ではありませんでしたが、それでも最後の最後まで少しの可能性にかけたからこそ投じたナックルでした。そして11月23日、正式に引退を宣言。ただ、引退を公言したものの、伊藤の中で本当の引退はまだ先でした。二軍コーチに就任した2004年も密かに現役復帰を図り、コーチ業と両立してトレーニングとナックルボール習得に励んだのです。悪あがきだということは伊藤自身も理解していました。それでもあがいて、あがいて、あがき尽くしたのです。そして2004年、現役復帰が無理と判断した伊藤は、自身の心の中で本当の現役引退を決断したのでした。実働年数はたったの7年、通算勝利数も37と傑出した成績は残していません。それでも伊藤智仁は伝説の投手として今後もファンの心に刻まれ続けるでしょう。それでは今回の動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。